皆さんこんにちは、たいちゃんがんばチャンネルです。今日はドラゴンボールヒーローズの、これですね、エキスパンションセット5が、8月上旬にジャンボカルダス自販機で登場しましたので、全14種オリジナル新規収録ですね。それで、カードイラストもちろん新規書き下ろしだそうなので、7セット14種、全て買ってきました。ではこんな感じです、絵柄は。で7セット、はい。では大ちゃん出してください。1番からです。はい。ではな、何が入ってる、まず台紙が入ってますね、はい。でここに、スーパーヒーローズエキスパンションセット5とこんな風に書いてあります。で、この今回の新規カードですね、はい、種類が14種全部書いてあります。ナンバー1孫悟空、それとフリーザ復活です。はい、後でちゃんと説明します。では2枚目お願いします。はい、では大志とベジータとピッコロですね、はい、はい。これ全部新イラストですね、大丈夫、はい、出ました。はい、大志とセット内容3はマジンブーゼンとジャコですね、はい、はい。セット内容4大志と、はい、フロスト、そしてキャベです。はい、セット内容5番です。何が入ってます？トランクス、未来とクリリンと雑誌、次雑誌と、はい、大志と亀仙人と、はい、海王神。これが、セット内容6かな。次、大志と、はい、カードビルスとウィス、今度はビルスとウィスですね。ではセット内容1番から紹介していきますよ。孫悟空ですね、はい、孫悟空はチェンジです。カードアクションもチェンジ、はい。そして裏面、ですね、チェンジして成功するとパワープラス5000、ヒーローエナジープラス1です、はい、はい。これは3ラウンド目チェンジですね。でサポーターにした時修行の成果です。サポーターにした時気力回復量が通常の2倍、ユニットは持ってないですね、はい、はい。で次セット内容の、1番の2枚目フリーザです、はい、はい。この絵がですね、かっこいいですね、はい。バーストです。でバーストして敵に与えるダメージがアップするという。ビーディは、うん、卑劣な攻撃、はい、卑劣な攻撃で自分の攻撃時気絶している敵アタッカーを攻撃する。ただし連携アタック時は発動しない、毎回です。はい、こんな感じのカードです。はい、いいですね、はい。次セット内容2番の1枚目ベジータですね、チェンジ、はい、チェンジです。チェンジして2ラウンド目です、今度は、成功すると変身してパワープラス2000で、サイヤ人の闘争本能ですから固定、固定ですね。チャージインパクトで勝利した時敵に与えるダメージが2000ずつ毎回アップしていきます。こんなカードですね、はい、はい。この固定が結構バカにならないですね、はい。でセット内容2の、2枚目ですね、ピッコロさんスパーキングで3ラウンド目です。スパーキングするとプラス3000パワーアップで、とっておきのセンスですね、はい。仲間が気絶していると気絶している仲間の気力を全回復、自分チームの HP を500回復です、はい。こんな感じです。そしてマジンブーゼンです。ロックオン持ちですね、これがセットナンバー3、はい。これセットナンバー3の1番目ですね、はい、1枚目、超強力な気力ダメージ与えるロックオンです、はい。そしてこちら力の温存、はい、力の温存は1ラウンド目のみ自分チーム全員のサポーターにした時気力回復量が通常の 1.5 倍です、はい。でこんな感じです。そしてセット内容3番のこの2枚目がジャコです。なんか迫力はありますね、キックしてます、はい。そしてこちらフリーズです。フリーズして、その敵のチャージスピードを超速にする1回限りです。それで逆転チャンスというアビリティがあります。4ラウンド目開始、自分の気力を全回復ですね。ちょっと使ってみたいカードの一つです。そしてセット内容の4番フロストです、はい、はい。フロストチェンジです。
これね、ちょっと気になったカードですね。3ラウンド目以降アタッカーにするとカードアクションを発生して、成功すると変身して HP3000 アップします。はい、はい、こんなカードですね。いいですね。で、強烈なプレッシャーは戦闘力バトル終了より敵チームの戦闘力が1万以上の場合、敵チーム全員のチャージスピードを速くするというカードで、結構使えるんではないかと思ってます。そしてセットナンバー4のキャベ、はい、アビリティ、もう1枚がキャベですね。でアビリティは友情の奇跡、はい、友情の奇跡ですね。サポーターにして仲間にリンクライン当てると発動、仲間の気力が全回復するそうです。いいですね。はい、キャベは結構好きなキャラクターなので集めてます。そしてセットナンバー5番、トランクス未来、はい、そうですね、今までのトランクス未来とまたちょっと違いますかね。こんな感じです。そしてアクションはなしで、アビリティは未来からの来た剣士、はい、未来から来た剣士で自分の攻撃時チャージパクトに勝利すると自分のバーが1000、はい、毎回ですね。はい、はい、これも嬉しいアビリティですね。はい、チャージでパーフェクトじゃなくてもいいんだね、うん、とにかくカチャ、プラスセンス、はい、はい、1枚出ししましょう。はい、はい、5番目の2枚目ですね、はい、クリリン、クリリンなんかだんだんかっこいいカードになってきたね絵柄が、はい、デザインいいですね。バトルカプセルですね。そして、バトルカプセルで、チャージスピードが永続で、自分チームだと遅くなる、敵チームだと速くなる、はい、アビリティは修行の世界、はい、修行の世界で成果、修行の成果ですね。アビリティがサポーターにしたと気力回復量が通常の2倍になる、永続です。はい、セットナンバー6番の海王神ですね、1枚目です。はい、もちろんフリーズ持ちで、フリーズしてガード永続で1です。永続で1になるので使います。そして、海王神の癒し、2ラウンド目終了時自分と同じバトルタイプの仲間、自分含むの人数かける1000、チーム体力が回復、自分と同じバトルタイプの仲間の気力を回復、永続です。はい、これはすごくありがたいカードですね。はい、あー、すごいいいですね。で、セットナンバー6番の、はい、2枚目ですね。2枚目、はい、バーストして敵チームのヒーローエナジーをマイナス1個減らすと、毎回です。カメ仙人の心、カメ仙人の心得ですね。で、バトル開始必殺技カメハメハを持っている仲間必殺技ダメージはプラス300、永続です。これもいいですね。地味ですがいいです。はい、はい、そして、はい、ラスト、セットナンバー7番のウィス、はい、ウィスですね。そしてこれはダブル持ちです。気力ダメージをほとんど受けなくなるんですね、パートナーと一緒に、はい、そして起死回生の策はラウンド開始で仲間が気絶しているとそのラウンド敵に与えるダメージが2倍になる、超強力な気力ダメージを与える、毎回です。とても使いやすいです。今回のエキスパンションセットは結構使えるカードが多いと思ってます。はい、ビルスですね、はい、最後です。セットナンバー7番の最後のカードです。はい、で、これのいいところは2ラウンドスパーキングですね、はい、なかなか2ラウンドスパーキングが少ないのでこれは嬉しいですね。敵に超ダメージを与えるんですが、この強烈なプレッシャー、戦闘力バトル終了時敵チームの戦闘力が1枚以上の場合敵チーム全員のチャージスピードを速くする、毎回です。これが全14種のカードでした。絵柄だけ最後見ていきましょう、はい、孫悟空ですね、フリーザ復活、はい、これもいいですね、はい、で、ベジータ、はい、顔つきがこの時いいです、はい、で、ピッコロ、はい、ピッコロさん、はい、で、魔人ブーゼン、はい、かっこいいですね、今回のカード。で、ジャコ、もういい、キックしてます、はい、フリーズ持ちですね。で、フロスト、もう、今までのフロストの中で一番かっこいいかもしれないカードですね、はい、今回カードのね、デザインがかっこいいと思います。で、キャベ、間違いなく一番かっこいいカードだと思います。で、トランクス未来、はい、いいですね、はい、トランクス未来、そしてクリリン、はい、クリリン、クリリンがどんどんかっこよくなってる、はい、で、海王神、今回さ、
顔重視かな。顔重視って顔がかっこいいんだよ、なんか、うん、デザインがいい。はい、カーメ仙人ですね。そしてウイス、ウイスもなんかね、いいんだよね、はい、今回。はい、そしてビルス顔が面白いですね。はい、こんな感じです。今回はスーパーヒーローズ、エクスパンションセット5、10、すべて14種紹介させていただきました。はい、皆さんも買ってみるといいと思います。これは、とてもいいカードが、新規カードですからね、はい、デザインもよろしいので買ってみてはいかがでしょうか。そして使えます、はい、このビルスなんか特に使えます。ビルスは使います。はい、2ラウンドスパーキングですね、はい、はい、では終わりましょう。これで紹介は終わります。 See you! グッバイチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。